花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、加納芳郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。加納芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、いかがですか。だんだんちょっと梅雨に入ったかなっていう感じ、入ったんじゃないですかね、がねしますけども、今日はまあまあ、今日は ね雨予報でしたんですけどね。そうですよね、うん、予定だとね、まあ、大体ね、もう僕あたりになるとね、僕あたりってなる、あたり、いや大体空見たら天気予報わかる。僕あたりって年齢的にじゃなくて、じゃなくてネイティブっちゅうこと。ネイティブはそう、ネイティブね、ネイティブね。大体空を見たらね、分かり始めたんです最近。うん、なんかちょっと僕もね、神がかってます。そう、神がかってますからね。そうですか。うん、いや、この間、ちょっと奴隷の映画。奴隷、うん、そういうこともいきなり言いますか。いきなりですけど。奴隷解放ですよ、ね。奴隷解放のね、うん、素敵な映画でしたけど、松下さんご推薦でしょ、あれ。そうです、そうです。あれ、なかなか面白かったですよ。面白いでしょ、うん、うん。あとでじゃあ、あとでちょっと話をね、まあ、人種差別のことも今ね、まあいろいろありますけどもですね、うん、今日はですね、はい、早速ですね、素敵なゲストをご紹介いたしましょう。もうお馴染みになりましたね、菊田俊介さんです。はい、イエーイ、こんにちは、ご無沙汰、よろしくお願いします。どうもご無沙汰してました。ご無沙汰でございます。いかがでしょうか。いろいろ大変なね時期になりました。ほんとね、いやでもなんかとしみさんとかなさんに会えて嬉しいですよ、ね、本当よね。2ヶ月、3ヶ月ぐらい、うん、3ヶ月はなりますよね、全然ね、うん、ねえ、そうですよね、うん、あれかな、フラットンカンティーナでさ、うん、一緒にやったじゃないですか。やって以来かな、あれ以来かもしれないよね、うん、私はその後、宇都宮で、ね、3月、3月とかだったんですか。そうそうそう、3月、ね、え、3月だっけ。そうそうそう、3ヶ月ぐらい、遠い昔の話かも ね、うん、いや、なんかだからちょっとその精神的にもやっぱり今こう不安定な時期じゃないですか、みんな。で、僕なんかね、結構2時ぐらい目が覚めたりすんのよ。夜中の。うん、そうそう。ちょっと早い。ちょっと早いというか。早く寝るけど。寝る頃に。漁師した方がいいんじゃないかなって話。漁師か豆腐屋さん。そうそう。うん、パン屋さんとか。早起きですよね。でも、カナさん、あれですよね、サングラスしてるとさ、うん、ちょっとこう、ネイティブなインディアンの感じあるから、さっきの話聞いてたら、ジェロにも可能だなって感じだよね。ジェロにも可能。ああ、ね、だんだんこの季節になると。空とこう会話しちゃうみたいなさ。そうだよね。そうそうそう。やっぱりね、会話はね、ちょっとね、できるようになってくる。なんかね、インディアの世界では雨を降らせられる人が神の次に偉いらしいですからね、うん、なるほど。だから雨男雨女はね、うん、いいんだよね、うん、そういう風にも言えるよね。そうなんですよ、うん、そう、雨は大事ですから、うん、雨のね、ないとこですからね。ねえ、カナオさんあれじゃないですか、カナオさんが隅田川に立つとそこはガンジス川に変わるという噂じゃないですか。立ってるとここはインドみたいな、その雰囲気がね、沐浴ですか、沐浴ですか。こういう感じで、いや、この間ね、もうすごいね、俺恥かいたことがあって、朝誰もいない時にちょっと今トレーニング、仕事が暇なもんだからトレーニングばっかりしてるんですよ。す要するに、うん、ちょっと体、悪いところもあるから、うん、ね。で、毎朝するんですけど、そしたら、管理のおじさんが通ってて、公園っていうかね、川沿いに、うん、で、僕がいつも、体操する場所があって、そこ横に布団が敷いてあったの。布団が敷いてあった、うん、布団が敷いてあって、こう、ちょっとめくれてたんですよ。うん、で、僕はその横でいつもやってるから、うん、そしたらそのおじさんが来て、うん、あ、これあなたですかとか言われたの。ちょ、無駄だな。要するに、ほら、振り、ね。ね、ホームレスの方がね、近くに住んでいらっしゃるんで、きちっとしてあるんですけど、咳も一つもしないしね、朝きちっと洗濯して、うん。で、その方じゃないと思うんだけど、誰かが寝てたらしいのよ。
で、その後の形跡があって、その横で俺体操してたもんだから、俺がもう起きてるとこですぐ体操してるかと思っちゃったね、思われちゃったね。簡単に言うとホームレスに間違えられた、ね、その風景にこう、うまくフィットしたじゃないですか、きっとね。ね。面白いね。ね、あ、すまんない話しましたけどね。まあ、菊田俊介さんといえばですね、あの、この間もまたちょっと、あの、動画上げましたけども、はい、あの、今回素敵な YouTube っていうかね、うん、できましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、オールドミシシッピーロードっていうね、曲なんですけどね。そうそうそう、うん、だからちょうど今、あの、家でレコーディングしてるんですよ。うん、はいはいはい。うん、でもう、あの、ね、ライブもないので、うんうん、ちょっとなんかあの、家の中でね、チクチクしててもあれだなと思って、なんか、うん、できることあるかなと考えて、うん、あ、じゃあ家でレコーディングしようと思ってね。はいはいはい。で、まあ、今回家でこう、曲書いたり、うん、レコーディングをして、うん、今でもだいたい11曲ぐらい、録音も終わって、うんうん、だからあと1曲か2曲やって、うん、でミックスしてマスタリングして CG にしちゃおうかななんてね。家で歌えるの？だからね、あの昼間、うん、あのあ LINE とかだったらいいけど、うん、でもまあご近所からまだ苦情来てないので多分、うん、大丈夫でしょ。でもね、全然ね、聞こえてると思いますよ。だからもうお隣さんには CD できたらもうすぐに持っていこうかなと思って、ね、ありがとうございました。実はこの番組のサンデーとか歌あるじゃないですか、うん、あと、まあ、スポンサー様 の要するに CM とかをね、あの金子君でドラムいたじゃないですか、はい、彼らのうちで録音してるんですよ、うん、で一発で撮らないと苦情が来るからでほとんど20秒ぐらいじゃないですか、うん、だからもうね、その時は昼間だけど、うん、もうちょっと1回か2回ぐらいしかガッと歌ってもそれで決めなきゃいけないですね。それもちょっとスリリングな部分ありますよね。集中すごいですね、それね。そう、犬が増えますから1ヶ月あればできるのか、ね、でも12曲はすごいね。でもね、うん、でもね、結構ね、自分の声も外に出てるんでしょうけど、やっぱ外の声も結構出てくる、ね、入ってくるからね、もう救急車がね、ピーポーピーポーとかってのも聞こえてくるし、時にはヘリコプターとかがさ、上さ、バタ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 とか飛んでるから、そういう時はもう一回やめて、去ってくのを、ね、見てからまた録音したりとかね、うん、やっぱそういうのありますよね、東京行くとヘリコプター待ちです。なるほどね、でもね、それもなんかね、大変だけども、ま面白いね。たまたまこういう時期でね、うん、そういうことがあって楽しいかもしれないですね。それも素晴らしいですね、それできればね。そうそう、だからまあその今回はそのアルバム全部をもうその一部屋で全部も作るっていうね、うん、そういうコンセプトで、だからあの CD のタイトルも In a Room、 部屋の中でとかね、そういうふうにしようかなとちょっと思ってるんですけどね。なるほどね、うん、それも楽しみですね。でもね、でもね、やっぱりこうあのもうギターと自分と、うん、もう弾いて歌ってもう全部一発でやってるので、うん、もう後半、ああもうすぐ終わりだなって時でチャラッと間違ったりしてああ間違ったもう一回みたいな感じでね、あ結構ね、何回もやりました、ね、それでも楽しくなって、楽しかったでしょ、こんな下手だったかみたいなねそういう時ありますよね、やっぱね。だからそういう意味ではすごくまあリアルなっていうか、うんうん、ただもう今回のね、そのまあコロナのね無騒動っていうかね、うん、今回のことでもちろん、もう、いまだにね、大変な、まあ、その、感染しないようにっていうのは、もう、こう、恐怖がみんなあるようでね。うん、まあ、それもちろんありますけども、大変だけども、逆になんか、それで気がつかされたこともありますよね、なんかね。うん、そうですね。もう一回なんか考え直すっていうか、その、日本人としてね、うん、あの、もうそうだし、世界の状況とやっぱ日本の状況ってまた違うじゃないですか。そうですよね。やっぱりいろんなその、要するに、あの、環境も違うだろうし、そういうこともあると思うんですよね。そうだね、うん。やっぱりなんかね、日本は、やっぱりこう、多分抑えられてるのって、うん、その、まあ衛生的にね、みんな、うん、あの、多分マスクしたり手洗いしたりっていう習慣が身についてるのもあると思うんですけど、それ以上に、うん、やっぱりこうかかった人に対してのこう、うん、なんつーのこうある意味で犯罪者みたいなさ、うん、そういうこう、ね、なんかすごくあのアタックするっていうか、うん、あのなんかそういう空気がすごく強いと思うね、うん、だからみんなそれも怖い、そっちの方が怖い、うん、結局その人間の方が怖い、うん、なんかあの結局病気になるのに加えて、うん、社会的な制裁を、うんうん、なんかこう加えられるのも怖いから、じゃあみんな気をつけようみたいなね、うん、なんかそういうのがすごくやっぱ感じますよ ね、 ね、うんうん、だからそれはあんまり良くないことだよね、実はやっぱりすごくね、やっぱりプレッシャー、ね、ストレス、プレッシャーになりますよね、そういうの、まあ、田舎に行けば行くほどね、壁に落書きされたりとかっていう話も聞きますしね、わかりやすいからね、
人口少ないとあそこに来たとか、まあね、だから結構こう有名人の人なんかが、うん、ゴルフに行ってこうかかって すごいバッシングされたりするじゃないですか、うん、なんかああいうの見てるとすごいなんか逆に怖い、ね、怖いっていうかね、うん、だって病気なのにね。だからまあそういうのが逆にあるからみんなすごく気をつけて、うん、なんないようにしようみたいな感じになるんでしょうけどね、うんうん、まあでも逆にそういうことでね今考えなきゃいけない、まあ、人間全体がね考えなきゃいけないっていうかね、うんまあ、今後やっぱりどうしてもウイルスと共存していかなきゃいけないわけですからね。そうですね、うん、だからそういうふうな気もしますけどね、うんまあ、早速今日ね菊田俊介さん、久しぶりに登場ですけども今日はね皆さんねおそらくエレキガンガンだと思われてるかもしれませんが今日はねアコースティックでいきましょう、ね、もうエレキ随分中で弾いてないですからね弾いてない、弾けるんかなみたいな感じで、ね、なんかでも今日それ素晴らしいギターですね。ありがとうございます。これ、ね、ゴダンっていうカナダのメーカーのギターなんですけど、これモニターさせていただけてね、あそうなんですか、すごくねいいですよ。こんな感じで、こうアコースティックの音とあとピックアップも一つついてるんでね、はいはいはい、だからエレキの音もちょうどこう出るっていう、なんかエレキとアコギの、はいはい、ちょっと中間っぽい感じのほうほうほうギターですよね。だからこれ録音する時も、うん、ギターの前にマイク一本立てて、うん、生の音を拾ってで、あとピックアップの音も直接ダイレクトに撮ってるから、なるほど、エレキの音とアコギの音って両方ね、うん、録音してそれをこう、まあ、ミックスするとすごくねいい感じのね音になるんですよ。そういう色もなかなか渋い感じですね。ちょっと昔のギブソンのアーチトップのねギターにかなりこう似た感じのねギターですよ。気に入ってもうどのぐらい使ってるだろうな、10年ぐらいは。そうなんですか、うんうんうん、今まででもエレキのイメージが強かったんですけども、うん、そうかもしれないですよね。 あんまりアコースティックでちょっと回ったりとかっていうことは昔そんなになかったです。なかったですね。ね、なんかそういう写真は見ないですよね。そうそう、それこそ中学校の時にチャゲアスを歌ってた頃以来じゃないですか。なんか歌ってたの？歌ってましたよ。チャゲアス、長渕チャゲアス、あの頃俺加納さん知ってたと絶対加納さんの歌歌ってましたよね。もうダイナマイト普通にある高校で学生歌ってたと思うね。いや、ね、長渕君とかねちょうど僕が21、22ぐらいの頃にね昭和で一緒にやってて、チャゲアスもね、まあ、後輩に なりますけども、うんうん、そうですか、そういう時期もありましたもんね。福岡のだからアーティストの皆さんすごい好きですよ。へえ、まあ、武田鉄矢の海援隊とかもね聞いてたし、よくね、あとチューリップとかね。あ、そうなんですか、うんうん、サボテンの、ね、世界のショーン・オブ・ザ・ブルース、春菊田がチャゲアスの話が出るんだ、ね、ずいぶん前なんですけど、うん、チャゲさんが、うん、その音楽のルーツを探るっていうテレビ番組でね、うん、でそのアメリカの南部のミシッピあたりからずっと上がってきてシカゴに来たんですよ、シカゴに来てで自分がやってるライブに来てくださって、本当にチャゲさんにインタビューされてね、でその時に俺実はチャゲアスのすごいファンなんですよって言ったら、うん、その人がなんでシカゴでブルースやってるのかってすごい笑ってましたけどね。あ、そうなんだ、もう一人咲きとかも歌ってましたからね。本当に、詳しいね、じゃあ今日は一人咲きから。いやさすがに一人咲きですか。これはレアな今のしんちゃんの歌。びっくりしてるみんな、ね、ということでね、まあ、その、VTR の中でね、ありましたけども、その世界、あれはミシシッピの、そうですね、ミシッピですね、去年一昨年とね2年続けてミシシッピずっと旅して回ってですね、カナさんも来てらっしゃいますけど、これねいただいた T シャツ、かっこいいね、これ ねミシシッピにこれ古いブルーフロントカフェって言って、ベントニアって町があってね、すごいちっちゃい町なんですけど、そこにこのブルーフロントカフェってお店があって、これ1948年からやってるんですよ。すごいね、今72年やってて、でここのオーナーのジミー・ダック・ホームズっていうおじさんがいて、やっぱりこうもうブルースマンなんですけどね、彼もね、彼が1歳の時にご両親がお店を開いて、でお父さんが亡くなった後ジミー本人が受け継いで今でもその店やってるっていうね。へえ、あ、I am the Bruce の時の、そう、あそこの舞台になった一つだね、見に行きました、そう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 、
そうなんですよ。だからそこも行ってね、うん、でジミー本人にお会いして、はいはいはい、で一緒にちょっと演奏したりしてね。家やってるあれが、うん、ありましたね。すごくあのちょっと衝撃だったですねあれね。うん、本当あのなんていうの、映画の世界に出てくるような感じのね。そうね、もういかにもそのミシシッピのジュークジョイントっていう感じの店でね、うんうん、すごくなんか良かったな。じゃあ今日はね、早速その、うん、そうですね、まあそのね、あの、うん、オールドミシシッピロードっていうあのオリジナルなんですけど、それでもそのブルーフロートカフェのジミー・ダック・ホームズのことちょっと歌ってるんですけどね、はい、Driving side on highwayWhat a hot summer day, it's 91. I've been chasing a shadow, but never catch one. Who can mend my broken heart, the only one. Oh, Mississippi Road.Clarksdale, where muddy waters got loose. Johnny Hooker, Ike Turner, and Robert Johnson too. They all loved and lost, that's how they got blues. Yeah. You always stay in my mind, that makes me feel so blue. Oh, Mississippi Road.こんな感じで、この後に、ね、空があったりするんですけど、まああのちょっと短めに、うん、あのなんかやっぱこうそういう雰囲気がねすごい出てますよね、うん、やっぱりどうやっぱなんていうかあの映画見ても思いましたけど、ああいうところってやっぱ実際に行ってみないとやっぱりちょっと空気感がね考えつかないですよね。なんかねやっぱりあの北千住あたりにいてもいやなんかね、いいじゃないですか、うん、ガンジスカに帰る人ですか。でも、ね、ちょっとやっぱりそのなんていうかな、こうちょっと最近もまあ映画ね、映画の話なんだけども、そのやっぱりあの社会がそのなんていうかな、黒人のその奴隷の人ね、社会が あってっていうか、そういうものって日本ってこう奴隷制度とか、ね、全くないじゃないですか。うん、まあそうですね、唯一ね、うん、その歴史でしょ、うん、アメリカの歴史を言えば、そういう歴史がね、うん、ないので、うん、その例えばその中から歌が生まれてきたりとか、うん、そういうふうなことがこうずっとありますよね、ブルースの中にね。ありますよね。実際やっぱ行ってみないと。そうですね、やっぱりこうなんか独特の空気感というかね、うん、またあのこう空がすごく広いですしね、もうビルがやっぱりないしね、うん、でもう基本的にはやっぱり田舎ですから、もうすごい地平線がずっと見えてね、遠くの方に森がちょっとこう見えてみたいなね、うん、でひたすらあの綿花畑がずっと広がってるみたいな、でそういう中にもまっすぐの道がずっとこう走っててね、うん、そこをこう車でドライブするんですけど、やっぱりそういうこう景色とか見てるとやっぱりなあ、やっぱミシッピだなっていうね、うん、感じがすごくやっぱありますよね、うん、やっぱでも向こうに行かれたのはもう何年ぐらい前になりましょうかね。あのアメリカに行ったのが、
86年なのでもうなんだ34年前ですね、うんうんうん、でシカゴがねちょっと30年なんですよ今年でシカゴ行って、ね、初めてねミシシッピ行ったのが99年だったかな。あのソウルシンガーのオーティス・クレイっていう人いるんですけど、はいはいはい、オーティスがねあの連れてくれて、うん、あの時は、うん、クラークスデールとかねあと、うん、グリーンビルとか行ったんですけどね、うん、あの時初めてだったね。うん、でもなんかねあの、メンフィスから北から行くとメンフィスからこうミシシッピに入るんですけど、うん、メンフィスを通り越してでミシシッピのこうサインがあってあミシシッピ来たなって州入るじゃないですか、うん、そうするとねもう世界がもう一変する。それまではなんとなくこう、まあ、アメリカのこう世界なんだけど、うん、もうなんかね本当100年ぐらい昔のなんかこう世界にこう入ったみたいな、へこのトタインのねなんかいい家だったり、うん、もうすごくこう、まあ、古いし、うん、まあ、言葉悪いかもしれないけどこう、まあ、粗末なね、うんうん、なんかそんなね家とかもすごい並んでてね、おおなんでこれみたいな、なんか今でもすごいよくやっぱこう覚えてますよねあの時のね衝撃をね、うん、特にあのデルタのあたりとそうですよね。ジャクソンとか行くともうちょっと普通のも都会なんですけど、ブルースが本当ね出てきたデルタのあたりはまだまだそういうところに残ってるよね。そう結構そのそういう中であの怖い思いとか結構ありましたか。いや全然ないですね。本当全然ないですね、うん、で逆にあのシカゴのああいうこうスラムみたいなね、うん、ゲットなんだから都会の中でのそういう怖いところの方が もっとその犯罪率が高いし、ね、逆にね、うんうん、ただミシシッピなんかすごく基本的に田舎だから、うん、人もすごくあのこうまあ優しいっていうか、うんうん、とてもやっぱ田舎の素朴な人が多いですよね、うん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 、まあどこでもそうなのかもしれないですね、うんうんうん、まあね、その白人対黒人 その人種差別のどうのこうのってのはやっぱりね全然あるんでしょうけど、うん、今でもね、うんうんうん、でまあ自分はなんか直接こう被害に遭ったこととかはないですよね、うんうん、だって連れてってくれた人がオーティスクレイ、うん、オーティスクレイ連れてってもらったんだ。そこでもうさすごいへーとか思ってたよね。オーティスクレイに連れてってもらったのがあってそれがねそのオーティスと一緒にその、ね、ライブやったところが、うん、そのコンベンションセンターっていう名前なんですけども、うん、まあ、実際にこうな大きなこうなんか体育館みたいな感じの大きなところでやったんですよ、うん、でその黒人さんの大きなパーティーで演奏したんですけど、うん、楽器をね、うん、その搬入してる時に若いお兄ちゃんたちがこう手伝ってくれたのね、うん、でそのお兄ちゃんたちがみんな同じジーパンと T シャツ着ててで T シャツがこうあの横線がこう入ってるのね、うん、で背中見たらミシシッピコンビクツって書いてて要はの囚人囚人の囚人のお兄ちゃんたちが囚人なの本当に、うん、囚人が多分その 社会奉仕ああそうなんだから多分その刑のもっと軽い人たち、うんうん、があの社会奉仕ですごいそういうとこ行ってこう荷物を手伝ってくれたりとかしてねすごいちゃんとしたユニフォームだと思ったんだみんな同じだけどミシシッピの囚人のユニフォームだったっていうねそういうところはすごいと思うね、日本じゃ考えられないねそういう囚人の人がなんかこう社会保障するなんていうのね、うん、あやっぱすごいねアメリカはね貴重なね貴重なね、うん、でもすごいの蚊がものすごく大きいんですよミシッピの蚊ってもう、ね、こんなに大きいねそんなにアメンボみたいな、うんうん、でそれでもうライトのこの電灯の周りにもうすぐうわーってなってて うわそれは怖いな怖い怖い、うんでそれで荷物をオーティス のトレーラーがあってね、うん、大きなバンにみんなメンバー乗ってその後ろにトレーラーをくっつけてトレーラーに楽器とか全部入れて移動したんですよ、うんうん、で楽器を終わった後しまってでトレーラーでシカゴに帰ってくるじゃないですかそしたらトレーラーの中に蚊がいて、うん、ドア開けたらそのミシピのでっかい蚊がうわー出てきてうわーってそんなでかいな大きいっすよ、うん、刺されたら本当になんか怖いんだだからねうんでも刺さないんじゃないのそういうでかいどう刺すでしょうか刺すんじゃないですかね刺さない、 いや刺さないか、うん、そんな蚊いるんだ、うん、本当に、うんうん、今日なんかさいっぱい来てるんだよねご紹介しましょうどうしようか、はいはいはい、じゃ今さ、まうん、ちょっとちょっと多すぎるね、うん、ボストン行った時の話が出たからすごい、ね、それこれねいとこのね、うん鈴木雅之さんから来てますよ。はい、ありがとうございます。スタジオの皆さんこんにちは。こんにちは。最近はカラオケにも行けず、ロンリーチャップリンが全然上達しない鈴木雅之です。
さて、本日のゲスト菊田俊介さんとは皆さんご存知かと思いますが、いとこ同士でございまして、うん、今週手紙の整理をしておりましたら、俊ちゃんがボストンのバークリーに渡米した時の手紙が残っていたのでご披露したいと思います。すごい私も全然覚えていなかったので、俊ちゃんも多分覚えていないでしょうが、としみさん文字が読みづらかったら本人に聞いてくださいねってこのコピーをねわざわざ送ってきて、覚えてる？全然覚えてないですよ。なんかね、まあ、かいつまんで読むと、うん、無事にアメリカに着きまして今日は3日目です。わ、うん、言葉には宿泊してますが、何度も聞き直してはブロークンイングリッシュで何とか会話にも持ち込んでいますってこう書いてあるよ。うん、何人か仲間もでき、彼らに日本の話をしてやると喜んで聞いてくれます。ボストンは非常に美しい街で、アメリカというよりヨーロッパを思わせる建物が多く、散在しています。で、そんでこんなに美術館も多くってこうちょっと読みづらいけど、うんうん、こんな、アメリカ行って3日目、ファイン、ファイン何これ、アーツは学校のすぐそばにあります。美術館のことだ、ね、ボストン美術館だ ね、まだ始まったばかりですが頑張ってやってきますって、なんかういういし ねえ、こんな手紙が、これ1986年のね5月の一番最後の頃だと思うんですよ多分、あ、だからちょうどだから34年前、うん、ちょうど 今頃の時期ですよね。うーん、でも字が達筆じゃないですか、ね、これね。そんなことないですよ。いやいやいや、すごいね、でもこのちゃんと撮って、撮ってくれてたね、やっぱりね、それは驚き。鈴木さん、読んじゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ貴重あげようか、ちょっと。いや、ありがとうございます。ぜひぜひ。そうそう、なんとなんと。それからね、はいはい、ペンネーム笑顔さん、うん、金尾さん、としみさん、そして尊敬するしゅんさん、こんにちは、はい、こんにちは。金尾さん、としみさん、自粛期間中も負けずに元気な声と音楽を届けてくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。しゅんさん、緊急事態宣言解除されて初の仕事の音楽魂、ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。今年初の音楽魂もしゅんさんでしたね。はい、そうだったね、うん、お正月の、ね、なんだか音楽の魂に呼ばれているようなご縁を感じますね。きっと良いご縁つながりで、これから先のライブ活動も良い方向に行きますね。来週の沖縄ツアーどうかお気をつけて頑張ってきてください、はい、うん、ブログもいつも楽しく読ませてもらっています。お花の写真はとっても綺麗で、音楽に合わせての動画も超最高です。次のモーンギターはぜひともフラワーでお願いしたいと思いますちょっとそうきたん、いやいや、ギターフラワーのね最近私は四つ葉のクローバーをよく見つけます。見逃してしまいそうな四つ葉だけど、よくあるとあるんですね。人の幸せも自分が気づくかどうかなんだと思います。四つ葉って、あれは踏まれて事故にあって、うん、踏まれて事故にあって四つ葉ができるらしいですね。だって、つまり踏まれてなんぼの人生、痛みや苦しみを乗り越えてこそ幸せがやってくるのではないでしょうか。今の新型コロナの時代も乗り越えて、いつか幸せがやってくると信じています、うん、さてリクエストですが、しゅんさん、もちろんステイホーム中に作り上げたオールドミシシッピーロード PV も素敵です。今ありましたよね。今やりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他はピープルゲットレディーとか、それからとしみさんのブログでアップされていたかなおさんのマイフレンド、うん、とっても素敵だなと思いました。ありがとうございます。たくさんのリクエストがあると思いますので、可能な範囲でお願いします。はい、ありがとうございます。これからも楽しく元気な音楽魂を届けてくださいね。応援してます。 Never give up。 幸せは自分で見つけるもの、幸せは自分で作るもの、うん、笑顔は免疫力アップ。はい、はい、ペンネーム、ペンネーム笑顔さん、笑顔さん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。あ、四つ葉のクローバー、そうなんだ、踏まれて四つになるんだ。あ、それ知らなかったね。初めて、もう知らないことだらけ。うん、あんなか、そこにあの今日は追っかけの人が一人ボソボソと、しゅんさんの追っかけの人が、ドアボーイが来てますね。ナイスティーシャス、ナイス、ありがとう、ね、ただくん、何、あの割と元気になってよかったね。まあまあ元気でしょ。低気圧、ああダメだな。本当。今ね、話があって、沖縄ツアーのね、うん、これね、早速ね、今あの、うん、ご紹介しておきましょう。これあの動画を撮ってますけども、はい、これ沖縄ね、はい、来週の土曜日ですね、うん、6月20日になりましょうか、はい、これがね、ブルースナイトイン那覇っていうね、2020年っていうね、はい、ギターシングザブルースということで、はい、これどちらになるんですかね。
これは那覇ですね。那覇のサウンドエムズっていう店で。サウンドエムズ、うんうん、はい、でやります。はい。で、あのスペシャルゲストはジョニー・ギノワンさんって言ってね、もう本当に沖縄の大スターですね。はいはいはい、うんうん、ジョニーさんと久しぶりにまたお会いして、はい、うん、あ、そうですか、すごいですね、これもね、うん、これでもまあ限定、そうですね、まだそうですね、やっぱりね、うん、まあ、やっぱり今の時期なんでね、10名とかね、なんかそのぐらい、そうですね、ね、これは6月20日ですね、はい、来週の土曜日です。続けて告知やってますかね、はいはい、いいですよ、はい、これはね6月の28日、これは宇都宮、マイク、あ、大丈夫、うん、宇都宮のビートクラブ、はい、ビートクラブですね、これファンキートリオ、はい、久しぶりでしょ、で、ね、ファンキートリオで、これもライブとあと配信をする、ね、そうなので 生配信、うん、で、うん、Facebook とかで見て、はい、見られる人は、これ6月28日ということですね、日曜日ですね、日曜日です、場所どこでしょうか、これ宇都宮ですね、宇都宮ビートクラブ、ビートクラブ、うん、はい、で、これはファンキートリオです、はいはいはい、あとはしゅんさんの、7月3日はい、うん、7月3日、はい、これは滋賀の大津ですね、大津の、はい、フォーバースっていうお店があるんですけど、はい、ここでギタリストの静沢真希さんと一緒にデュオで、ギターデュオでね、ああ、静沢真希さん、はいはいはい、ギタリストね、真希ちゃんとね2人でね、はい、やりますんで、これも初めて滋賀に上陸、ね、ああ、まだ行ったことないとこ結構あるのね、そう、あとね、滋賀やったとあと5県あるんですよ、まだ行ってないとこが、どこやってないとこ、5県、あと奈良、和歌山で、あとどこだ、島根とかね、ああ、島根はないか、高松は香川県、香川県行ってない、あと宮崎、おこの5県を制覇するあともう全部大丈夫なんだ、うん、そっか、私は鹿児島行ったら全部行ったことになるんだけど、あともう一個ね、これ、7月17、はい、17、18と同じところで 2days やりますね、これは2日連続で、はい、長野県諏訪市、はい、上諏訪ですね、上諏訪に代々っていうお店があってね、ここもすごくいいライブハウスなんですけど、はい、ここでね 2days やるんですよ、はい、最初の日がマーティ・ブレイシーと自分と2人で、まあ、ブルースを語るスペシャルトーク&ライブみたいなね、漫才みたいになっちゃうね、うん、で18日の土曜日が今度ブルースカンパニーで、はい、久々ね、ブルースカンパニー4月18日土曜日ですね、はい、はい、やります、17、18ですね、ね、詳しくはまたね、ホームページとかに、ねね、出してますので、はい、ぜひご覧ください、はいはい、はい、以上告知でした、ということでね、はい、まあ、北さんの生演奏を今日はね、はい、お届けしておりますけども、どうしましょうか、なんかやりますか、なんかやりますか、かなさん、僕と、いやいや、もう一曲、じゃあもう一曲なんかいきます、だってね、じゃあそしたら、じゃあさっき江川さんが、うん、リクエストくださったので、はい、ピープルゲットレディー、じゃあやろうかな、ハモリカ吹くからね、ちょうどこの曲はね、まあライブでも結構やってきたんですけども、うん、カーティス・メイフィールドのメイクですけどね、これはちょっと日本語に歌詞を、まあ、素晴らしい日本語だよ、松下さんもなんかショークル、なんかね、シカとして歌ってましたよ、シカとしてって許可もらってますよ、あ、そうですか、はい、ね、すごくもう自分も大好きな曲でね、うん、なのでちょっとこのスライドで、ごめんね、スライドでこの曲をちょっとねアレンジしたんで、これも新しいアルバムに入れようかなと思ってね、ああ、いいですね、ぜひぜひ、この詩がいいんですよ、日本語歌詞が、うん、これはあれ菊田さんが薬師っていうかそういう感じですか、ん、薬師というか詩を、そうですね、詩を、詩を自分がまあ日本語にしてっていう、うん、でもいろんな人のこの詩を結構 何か歌聞いたんですけども、はい、やっぱりなんかこう割となんとかな直訳に近いっていうか、うん、でもすごくいい感じですよね、なんかね、うん、言葉がね、うん、ゴスペルですよねこれね、うん、ね、うん、People get ready, 列車が来るよ。みんな一緒に乗り込もう。奇跡が響く。
People get ready ヨルダンに行こういろんな街でみんな乗せて信じるだけで扉が開くたくさん愛した君は報われる私、うん、すごいねゴスペルですよね、まあ、あのカーティス・メイフィールドのこの人シカゴの人なんですよ、うん、この世代の人には珍しくシカゴ生まれの人でね、まあ、大体あの昔の人ってみんな南部のミシシッピーとかからねあのシカゴに移ってきた人多いんですけどもカーティスも根っからのシカゴ人なのね、だから多分小さい頃からのお父さんとか、ね、お母さんとかに教会に連れてかれたんだろうなみたいなねそんな感じしますよね。やっぱね、こう曲聴いてるとね。そうね。でも日本語にするのすごい難しいと思うんだけど、うまくまとめてるよね。日本語にするの難しいじゃない。あ、日本語ね。ほら短いからさ。うん、そうですね。だすごく上手っていう私が言うのも変ですけど、うん、あいいなと思って羨ましい。ありがとうございます。かけて。まあだからなかなかこう直訳するとね難しいですからね、うんうん、これねやっぱりねだからなるべくメロディーにうまくはまるようにちょっと言葉をなんか選んで、うん、でも英語ってやっぱり韻を踏んだりとかそのリズムが言葉にあるじゃないですか。そうですね、うん、だからそこら辺で日本語で難しいよね。難しいですよね、うん、いや今回ねレコーディングしてて自分のシカゴミッドナイトって曲あるんですけど、はい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 、シカゴミッドナイトの日本語バージョンっていうのを挑戦したのね、うん、で、もう曲も作って歌詞も作って、うんうんうん、でメロディーも乗っけて、うん、できたんですよ、うん、でレコーディングして、うん、だけどやっぱこう聞き直すとやっぱりなんかこうちょっとシカゴの感じじゃないんかなっていうね。だからやっとしたらやっぱりその言葉の、うん、なんか持つなんか力ってやっぱりすごくあるのかな。あるよね。ですよね、うん、だからシカゴミッドナイトまた英語にまた戻してね録音したりしてだから両方日本語のバージョンと英語のバージョンがあって、うん、どっちつくわかなって今ちょっとね迷ったりしてるんですけどね、うん、あれは英語でしょうねやっぱね。でも聞いてみたいね、どんな本になったんだろう。日本語ね、ね、日本語って歌うとどうなんのシカゴの夜は更けてみたいになっちゃうよね。じゃあ後でこっそりとこっそりととしみさんにこっそりちょっと聞かせてね。なんかチューニング中、うん、じゃあ僕筑豊、うん、のあのブルースだって筑豊生まれの。いやいやいや最高最高っすよ、うん、酒飲みの歌歌っていいですかね。あ、今日は今
ゃしますけど、もうこれは楽しみに、これ初めてやるかもしれない、ね、でもこうやってアコースティックでやるの初めてですもんね。いつも大体エレキレコがアーティストやったりとか。今日初めてですよね。あ、そう、ちょっとじゃあ、 ギターから入って、はい、わかりました、はい。気持ちがいい、いいじゃないですか。ねえ、気持ちよかったですよ。
いい感じ。スティックもね、いいね。あ、お便りちょっとご紹介しましょう。あのね、ね、いっぱい、岩手の花子さん。岩手の花子さん、しゅんちゃんに来ます。暑い日が続いているので、頑張ってくださいみたいな感じです。あ、いい、ちゃんと読んでください。全部読みますか、いっぱい来てるんだから。しゅんさんこんにちは。久しぶりに岩手からメールさせていただいてもらう。ありがとうございます。6月に入って岩手も毎日暑い日が続いております。ほうほう。最近はリンゴも特産になっていて、知り合いの果樹園でお手伝いをしています。あ、そうですか。リンゴ農家の苦労がわかります。かなおさんもしゅんさんも少しずつ、ライブができるようになっていて、とても嬉しく思います。はい、しゅんさんの東北ツアーもなんとか早く準備したいと思っています。ね、よろしくお願いします。あっち日が続きますが、皆さんお体ご自愛ください。花子さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、これは、ミキさんから来ています。博多のミキさん、はい、どうしますかね、これ。かいつまんでもって言ってもいい、これ長いな。ミキさんこんにちは。ミキさんこんにちは。4枚も来てんの。今日のゲストはレギュラーメンバーのしゅんさんですね。お帰りなさい。なんだか今回のことでブランクが空いたせいか、黒崎での最高のライブがもうずいぶん昔のことのようです ね。 本当だよね。自粛が行ったもんね。そうそうそう。黒崎どこでやったんですか。ストロベリーだったんですよ。ストロベリーね。そうそう。で、あとマスターね、ハンサムな、ね、あ、ハンサムなんだ、マサさんね。自粛期間中にしゅんさんが積極的に動画をアップしてくれたおかげで、だいぶ気持ちに余裕が持てました。今日も楽しく1時間過ごしてくださいねって。ありがとうございます。筋トレを、やってるみたいですよ。リクエストは When you feel lonely だけど、いつも通り何でも OK です。しゅんさん、この間メッセージを伺った企画楽しみです。はい、いろいろあるんだ。ね、企画、うん、企画って書いてあるね。はい、ちょっと長いんでね、ぜひぜひ、ちょっと、ハングリーアングリーもリクエスト来てましたけど。ハングリーアングリー、今日はね、アコースティック、ミキ君とかおそらくエレキで。エレキで。ガンガンかと思ってね。それでね、アトランタのね、つとむさんからもちょっと来てるんだけど、うん、どうしましょうかね。読みますか。まあ少しだけご紹介しましょうよ。これは生放送でね、こうやってもうアトランタからもね、今聞いてくださってるっていうことでね、ありがたいことでしたね。ですね、今日のゲストしゅんさん、日本ではハワイのおっさんトミー磯部のライブや、去年の音楽魂で何度か、しゅんちゃんを体験しているので、今日の放送楽しみです。はいはい、もし可能であれば、かなおさんとスイートホームシカゴお願いします。時間がなければイントロのギターだけでもお願いします。イントロだけやりますからね。そう。で、なんかちなみに青森ブルースフェスのコーディネーターをされている山中千さんは私の空手の先輩ですって。すごいね。そういうつながりがあったんだね。山中狭いですね。うん。つとむさんありがとうございます。一応お伝えしましたよ。頭だけでも聞ければいいかなって。ギターを聞きたいだけでしょみたいな。ね。っていうリクエストですけどね。結構はしょっちゃいましたけど、ミキさんありがとうございます。ありがとうございます、ね、いろいろ来てたんだね、うん、いや、あとは読みました。あ、そうですか。はい、ですね。はい、あともう少し時間ありますよ。じゃあスイートの頭聞かせてあげてください。かなさんどうですか、スイートもしかやります。やりますか。
みたいになってしまいました。いやいや元気が出たね。元気出ました。つかむさんよかったね。ということであっという間の1時間でしたけれども、菊田俊介さん今後の、はい、まあちょっとうん、予定とかそういう大まかになんかありますか。そうですね。まあ今4カ所のねライブ告知で紹介していただきましたけども、はい、あの後にね7月の終わりから8月にかけて中国のツアーが入ってるんですけど。7月？7月の、7月のね最後の週から8月にかけて。うん、中国にブルーノートが今上海と北京なんですけどね、はいはいはい、そこでのね出演が最初2月に予定されてたのが2月ダメになって、うん、でその7月に移ったんですけども7月もどうなるかちょっと、うん、まあ今とまだ分かんない、うん、でそのところブルーノートがあるんですね。そうブルーノート今ね上海と北京にあるんですよ。すごく立派な、うん、まあ日本と同じですけどね、はいはいはい、でその後ね8月は佐賀のブルースフェスティバルとかあと山口のツアーとかが、うん、あと名古屋でライブやったりとかもあるんですけど、うん、まあ、その辺がこれからどうなるのかね、まあ、様子見つつみたいな感じじゃないですかね、うん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 、で今度9月が北海道に2週間ぐらい行くスケジュールも入ってるんですけど、うんうんうん、あそうですか、うん、なのでまあ様子見つつみたいな ね、 そうですね感じですね、うんうん、なんかでもやっぱり少しずつねでもその回復していくっていうか、うん、よりよくみんながなるためにはやっぱそういうふうにアクションを起こしていかないとね、うん、そうですね、うんうん、と思いますよね。特に我々はね、うん、やっぱりバンドマンですから ね、 ね、 やっぱね歌って演奏しないと ね、 そうです ね、 ね演奏しないと ね、 ね、 ダメですよね。だからひょっとするとまあ例えば人数限定で、はいはいはい、同時に配信みたいなね、うん、そういう流れがこうしばらく続いていくのかもしれないですよね、うんうん、それはいいと思うね、うん、まあ、でも配信すればね、うん、もう本当に世界中の皆さんに、うん、見ていただけるからね、うん、すごくいい機会だなと思うんですけどね、うん、なるほどね、うん、ということであっという間の1時間でしたが、ね、なんか菊田俊介さんなんか話す話しておきたいことって何かありました？ファンの皆さんに。いやもうでも、うん、だいぶCD もね、それもでも楽しみですよね。そうですね。だからまあアコースティックの CD は多分秋ぐらい、秋ぐらいだからツアーの状況がまあどうなるかによるんですけど、うん、ツアーがまたこう軌道に乗ってきた頃に出そうかなって、ね、ちょっと考えてるんですけどね、うん、ほとんどアコースティックで何ギターを重ねていってみたいな感じ。いやもう全部一発です。一発売り全部一発売り、本当に、うん、だからもう基本的にはもう自分とギターだけみたいな感じで、ただ曲によって後でちょっと聞き直してみて、うん、例えばこの曲ハーモニカがあった方がいいなとかね、うんうんうん、ピアノがあった方がいいなともし思ったら、まあ同じく自宅録音できる練習ちょっと声かけて、うんうん、音を出してもらおうかななんても考えてるんですけどね、うん、でも基本的にはもう自分の歌とギターだけ、うん、それも面白いと思うね、一、うん、人だけで全部。でも菊田俊介さんっていうのは、まあ、唯一そういう、まあ、ビリーキングとか、まあ、コクテイラーさんのね、うん、まあ、ギターをずっとやられてて、ビリーキングとそのテレビ番組一緒に、はい、まあ、やられたりなんか、ビビキングのピックもらったらしいじゃん。そう、あれだって証拠が、ね、画像ピックもらって映像に画面になくしたの映ってるから。いやでもね、やっぱそのくらいじゃないとね、生きていけないよ。ピック小さいからね、なくすんですよね結構ね。いやでもビビキングある映像に映ってたからね。映ってたよ、ね、そうですね。でもファンの人はおーとか言ってるんだね、客席で。でもね、BB のピック以外にもBB キングって書いたのピンとか、あの結構いっぱいくれたんで、その辺も持ってるんで、うん、あ、まあまあ1枚ぐらいは怒られちゃいますけど。ということで、ね、すいませんあっという間の1時間でしたけど、ね、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本日のゲスト菊田俊介さんでした。ありがとうございます。お相手ははい、松下としみ、はい、金吉郎でした。動画の菊さんもありがとうございます。ドアボーイドアボーイさん、ただくんありがとうね、今日お土産いただいてありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。See you next time!